春に愛犬と食べたい野菜。最近では野菜も季節を問わず通年で販売されていますが、旨味が一番出ているのは春です。今日は愛犬にも安心して食べさせられる旬の野菜を紹介します。もちろん飼い主さんも一緒に食べられますよ。まずはキャベツ。キャベツは春が一番甘みが強くなります。食物繊維もたっぷり含まれていますよ。次にブロッコリー。キャベツより食感が強く、食べたと満足感が増します。ビタミン A、C も豊富で免疫力を高めてくれます。そして人参。食べ方はいろいろあります。私は匂いが苦手なので煮て甘さが出た人参を食べます。ワンちゃんは匂いは大丈夫みたいですよ。